で村が全滅しちゃったとかね。切ってしまうとダメな木っていうのがあって、うん、荒紙に変わっていってしまう。変わると祟られる木とか言われてますけど、な感じだったって言ったら背中からベリ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 ってこう、どうも新横山雄貴でございます。今回は切ってはいけない恐ろしい木についてみんなで語り合います。それでは本日も開会ライフをお楽しみあれ。木を切ったことで全く関係のない馬場様の骨霊障が起きたっていうお話でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。そこの家の一番弱いものにやっぱまず最初来ますよね。うん。あんまりもう本当腹立つ、そういうのが。で、ただその本家の方に遊びに行っただけですよ。遊びに行って庭で遊んでただけで、切ったのはそこの家の長男だった。まあ、同じ血を引いてるからなんでしょうね。うん。で、拝み屋さんに見てもらったらもう殺そうとしてる。怖っ。怖いですよね、そうやって言われたら。うん、ね、うん、だってそれ、ね、おばあちゃんが拝み屋さんのとこ行かなかったら、霊障だとも思わないですよね。うんうん、病院行ってるわけですもんね、うんうん。お医者さんは何ともないって言ったから。うんうんうん、なんか霊障で出た症状とかって、病院で調べても何ともないって言われる確率高くないですか、うんうんうん、高いですね、確かに ね。高いですよね。うん、さっきの広丸さんのお話もまさにそういう感じだったじゃないですか。うんうんうん、結構ありますよね、植物関係ね。うん、うん、ありますね。あれ、監督がお住みな方の地域じゃなかったです。JR の線路沿いに木がこう。あります、あります。ね、ありますよね。出していいのか分かんないから、とりあえず言えないけども、大葉の木じゃねえや。何でしたっけ？なんかそんなもんですよね、はい。で、村が全滅しちゃったとかね。全滅しちゃったって。そこまで。で、そこ今も現役なん、に、呪いがもう。うん、うん。あの、切ることができないから線路を囲っちゃいましたもんね、JR 側ね。確かね。もともとあそこに線路を引いたこと自体が間違いだったんですよ。そうですよね。うん、あれ、大葉の木でしたっけ？ああ、なんか、なんだったのかな。なんか、柏餅の代わりに。柏の代わりに、落ちてる葉っぱを拾って、だから、ほうばだったような気がするんだよね。うん、で、それを食べた、その村、うん、全身だ。食べた人たちが亡くなったんですか？切ろうとしたとかじゃなくて？最初はそれだったみたいですよ。それから、始まりは、その、うん、そこから始まってるって聞いてますけど。なんかまあ、昔からあったらしいんだけども、じゃあ、生きてるものをあえて命を奪うじゃなくて、落ちた葉っぱだったら大丈夫でしょっていう考えで、うん、まあ、餅をこうくるんで、うん、で、食べたら、うん。まあ、その村が全員死んでしまったっていう。だから今現在がもうその集落っていうか、あの辺の人たち、昔から住んでる方々は未だに恐れてますよ。うわ、ああ怖いですね。また、したいんで連れて行きますよ今度。すごい。行きたいな。ちなみに北海道にもありますよ。あ、ごめんなさい。どうぞどうぞ。どうぞ。ゆずりあって。まあ、俺。ダチョウクラブになってるよ、今。行くの俺すげえ怖いけど。どうぞどうぞ。行くのすごい怖いけど、猫姉さん、死神追い払うから大丈夫。あ、そっか。猫姉さんだったら、強いから。追い払ったらだって、あんたをキープするから、とりあえず他行っておいでっていうだけだから。僕に来た死神も追い払ってくれるかもしれない。最強設置ですね。猫お姉さん最強。じゃあちょっと教えといてもらわないと。ナムさんの北海道は何ですか？あ、北海道にも、その、なんて言うんだろう、うん、切ってしまうとダメな木っていうのがあって、結局その道路を拡張するときに、その木を切ろうとしたら、
作業員たちが、まあ、いろんな怪我をしたりだとか、するっていうことがあって、あの、道路に囲われちゃってる木がありますね。うん。なんかそういうの、時々ありますね。結構日本、ほぼにそういうのありますよね。なんかありますよね。その曰くは私よく知らないんですけど、たまにね、こう、道内、こう、ドライブしてたら、そういう木があったりとかしますよね。うん。結構あるんですか、道内にも。結構。ありますね、道内にも。私も知ってるだけで、4箇所。あります、結構あります、あります。で、なんか、不思議なね、道路の形してるんですよね、そういうところって。もともとは多分、良きものが木に宿っていたんでしょうけど、うん、人間のその勝手で、要は命を奪われるっていうことに対して怒りになって荒髪になっちゃうんじゃないのかなって思うんですよね。元々悪いもの、神様とかそういうものだったら、最初からもうそこにいる時点で、そこも土壌汚染っていうかもう汚れの地になるから、人も住めないと思うんですよ。それまで人が住めてたっていうことを、やっぱり良き神様だったものが、その人間の不条理な行動のせいで、荒神に変わっていってしまう。うん、今まで守、お前たちを守ってやったのに、なんだこの行いを恩を与えて返しやがって、みたいな。ああ。そういうんじゃないのかなって。やっぱキリスト、ヨーロスの神様、日本古来の神様じゃないですか、そういうので、自然霊だから。まあ土地についてる神様ですからね、自然の神様というか。うそうなんですよ。それにしても、柏餅はちょっと理不尽ですね。これはね、落ちてる葉っぱ、まあ、要はもういらないって木が捨てた葉っぱなのにもかかわらずってね。うん。うん、だもう自分には一切触れるなって、もうだからもう今もずっと、もう荒髪になっちゃってるんだろうなっていう思いはありますけど、あそこの木は。うん。もう木の幹に触れただけでも、まあ、災いが起こるって言われちゃってるぐらいなんで。そうなんですね。海外とかにもそういうのないですかね。なんかその、精霊が宿ってるから、その、触れちゃいけないとか、うん、なんかそういうのもなんか、時折聞いたことはありますよね。うんうん。うん、なんか特にイギリスとか、多そうじゃない？あ、はい。そうで聞いたことあるっすね。うん。なんだっけ、イギリスは精霊たちが多くいる土地って言われてるから、うん。なんか、そこら中になんか、ね、いるっていう、そこら中のその、例えばその植物やら、うん、川やら湖やらそれぞれに精霊がついてるって言いますよね。うん。でも日本のやっぱその八百万の神っていう感覚と一緒なんでしょうね、うん、その辺は。うん。うん。勉強になるな、霊障選手権。あ、そうでしたね。霊障選手権でしたね。そうですね。なんかそれがなんか、なんか、その後みんなで勉強してるみたいな感じ。うん、勉強会になってた。ためになるの。勉強選手権ですね。まあ、ちなみに、あの、名古屋の国道41号線沿いにも、道路の右と左に大きい、あるいは一丁目木なのかな、うん、が立ってるとこがあるんですけど、うん、北区の清水口、っていうところから、あの、審査会の入り口のところにね、あそこも、あれも触るとたたられる木とか言われてますけど、実際によじ登ったバカがここに生きてますから大丈夫です。あらまあ、子供の時にそんなこと知らないから、なんでこんなところに木があるのってね、よじ登ってたらしいですよ。ということ、うん、今現在のこの、いろいろと不調出てるのは、その過去からのが蓄積されて、うんかもしれません。トリガーとして、先ほどのお話のがトリガーになって、ドーンってきたんじゃないですか。まあ、でも、あの、実際近く、今でも近く行って、よじ登って、ちょっと高台っていうか、囲ってあるところにありますから、下まで行って、覗き見ても嫌な感じしないですよ、あの木は。あそこは、いいところで、嫌な感じ。ねえ、嫌な感じしませんよね、マンプさん。森的な感じなんですよね、土地の。面白いのが、心霊スポット行った後にか、あの、そこの横の道通るだけで、自分についてる嫌なやつを
ひっぺかしてくれるんですよ。あ、じゃあ、悪さされた時は、だからまだやっぱり、悪しき神にはなってないってことだ。うん、あの、完全に昼間で見ると、ね、あ、ここすごいとこだ、この木、あ、触っちゃダメだわっていう、逆に畏敬の念での、そういう意味で、まあね、切らない方がいいっていうね。うん。に挨拶してから、夜になって、心霊スポット回って、この帰ってくるときに、いや、実はさ、あそこの木なんだけど、と呪いの木って言われてるけど、違うよって、あそこすごい力あるんだよ、つって、ね。あれね、あの、横通るだけで、霊引っぺかされるんだよ、って言って、その行った瞬間に横をちょうど通り過ぎたんですよ。うん。その瞬間に隣に座ってたやつが、あって言って、僕もあってなって、うん、で隣に座ってるやつが、ちょ、見て、って、手バッてめくったら、ブワーってこう、鳥肌が立ってんの。うん、で、俺も見てみって、僕も鳥肌ブワーって。どんな感じだったって言ったら、背中からビリ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 ってこう、今すごいな。見えない人たちにとっての呪いの木なんじゃないですか、じゃあ。そうそうそう。いらんことする人には怒るよと。でただ、なるほど。それなりにちゃんと守ったるよっていう感じ、うん、いや、それは全然もういいじゃないですか。うん。古田さん、その呪物持ってそこ行けば取れるじゃないですか。あどんな作用が起きるんでしょう怖い。怖いですね。帰って怖い感じが。行ってみる価値はあるかもしれない。名古屋まで名古屋まで。でもその名古屋までの道中が非常に危険になる。そうですね。まあ、自分、千葉なんでね、名古屋結構時間かかりますもんね。そうするとやっぱ発想の、ね、5時間ぐらいで行きますよ、車で。5時間ぐらいかかりますね。車で。その途中でなんか事故って死にそうですよね。はい、じゃあまあそんなところで続いていきますか。まあ、はい、昨日話がいろいろ出ましたけど、はい、今回はここまで。皆さんも街の中で見かけたこの木、何の木、不思議な木、な恐ろしい木にはお気をつけくださいね。じゃあね、またね、いい夢見てね。